しがらき高原鉄道 SKR310 系機動車とは2001年に投入されたしがらき高原鉄道の一般系機動車である。忍びトレーンラッピングの SKR312、SKR311 と異なり紫基調のデザインとなっている。SKR200 系の老朽化に伴い SKR311 が2001年11月に SKR312 が2002年9月に登場した車両である。入れ替わりに SKR201、SKR203 SK は廃車になった。富士重工業製、レールバスの一種 LE カーのボギー車版 LE、DC の SKR300 系の造備車で、外観は変わらない。SKR300 型から改良された点として、エンジンが295馬力の日産ディーゼル製。 PF6HT03 になり、保安ブレーキは二重化された。SKR300 型との共通点として、しがらき高原鉄道列車衝突事故後の安全車両でバンパー付き車用、車内もバリアフリー化、車椅子スペースが取られている。登場当初は緑帯に、タヌキのキャラクターと会社のロゴが描かれていた。2017年には、 JR 西日本草津線の1 1 3 k 一編成と共通で SKR311 と SKR312 の二両ともラッピング列車、忍びトレーンへ改装された。SKR311 は緑、SKR312 は紫を基調としたラッピングとなっている。2017年2月25日より運行を開始し、主に平日の日中を中心に運行している。 ありがとうございます。